ホセ・ミゲル・カブレラ・トーレスは、ベネズエラ共和国、アラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。MLB のデトロイト・タイガース所属。相性はミギー。MLB における、最高の打者の一人で、MLB45 年ぶりかつ、現役選手唯一の打撃三冠を達成者。ベネズエラ出身 MLB 選手、最多通算安打記録保持者。 1983年4月18日、ベネズエラのアラグア州マラカイで誕生した。父は、元野球選手、母は、ソフトボールのベネズエラ代表、おじは元マイナーリーガーという野球一家だった。カブレラも、野球をするようになり、10代半ばには、MLB のスカウトに注目される存在となっていた。14歳時には、MLB5 球団が、 カブレラのスカウトを始めていたという。1999年に契約解禁年齢となったカブレラは7月にベネズエラの選手としては当時の最高額の契約金180万ドルでフロリダ・マーリンズと契約。ニューヨーク・ヤンキースやロサンゼルス・ドジャースはマーリンズを上回る200万ドルを提示したがこれを蹴ったのは カブレラが1997年のワールドシリーズを観戦した時に中南米系選手が活躍したマーリンズのファンになっていたこととマーリンズは中南米系若手選手の育成に優れているとカブレラの父が判断したことが原因である。また本人によれば野球で目が出ないまま引退した際には大学進学を認め学費も球団が負担するという。 条件を契約に盛り込んだのがマーリンズだけだったことや、ヤンキースやドジャースより、マーリンズの方が、選手層が薄くメジャー昇格が近いことも大きかった。2000年、ルーキーリーグで、プロとしてのキャリアをスタートさせた。この時の守備位置は、遊撃手だった。2001年に、A 級へ昇格すると三塁手もこなすようになる。2003年に、 AA 級へ昇格すると左翼手にも回るようになった。2003年 AA 級で打率365を残し6月20日にトリプル A 級に出場することなく飛び級でメジャーに昇格した。マーリンズ時代2003年6月20日のタンパベイデビルレイズ戦に8番左翼手で 先発出場し、球団史上2番目の若さとなる20歳63日で、メジャーデビューを果たした。また、延長11回にサヨナラ本塁打を放ち、デビュー戦でサヨナラ本塁打を放ったのは、MLB 史上3人目であった。その後は、左打者のトッド・ホランズワースと、併用という形ながらメジャーに定着し、打率。268、12本塁打。 62打点、出塁率、325という成績を残した。本塁打と打点は、新人選手として、ナショナルリーグ2位、長打率、468は、同1位だった。ポストシーズンにも出場したカブレラは、マーク・プライアー、ロジャー・クレメンスなど、MLB 屈指の投手から、次々と本塁打を放つなど活躍。チームは、 ワールドシリーズでヤンキースを下し、1997年以来2回目のワールドチャンピオンとなった。シーズンオフに行われた新人王の投票では5位に入った。2004年は左翼のレギュラーとして160試合に出場し、打率、294、33本塁打、112打点、出塁率、366を記録した。 21歳でのシーズン100打点達成は、史上5番目の若さだった。オールスターゲームにも初選出されたほか、シーズンオフの日米野球にも参加した。2005年は158試合に出場し、打率323とリーグ3位の高打率を記録し、自身初となる3割30本100打点を達成した。また、出塁率385を記録し、 ル打数344は球団新記録となり、長打力が増した。シーズンオフには、自身初となる、シルバースラッガー賞を受賞し、MVP の投票では5位に入った。2006年は、シーズン開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に、選出された。シーズンでは、前年までマーリンズの肖像類種だったマイクロウェルが、 放出されたことから、本職の三塁手に、再び転向された。以前から雑と指摘されていた守備が顕著となった。7月8日のニューヨークメッツ戦では、怠慢な守備が、引き金となり、スコット・オルセンとの口論から掴み合いになりかけた。打撃面では158試合で打率。339、26本塁打、114打点、出塁率。 430を記録し、打率と二塁打では、球団記録を更新した。特に打率面では、フレディ・サンチェスやアルバート・プホルスと、首位打者争いを演じたが、サンチェスの打率、344に、約五輪及ばず、自身初の打撃タイトル獲得を逃した。また、三塁手部門で2年連続となる、シルバースラッガー賞を受賞した。 オフの球団との契約公開において、年俸調停を申請し、カブレラ側の主張が認められ、翌2007年の年俸は、前年の47枚2000ドルから約16倍の740万ドルになった。当時の調停官の最低額としては、アルフォンソソリアーのアンドリュー・ジョーオンズに次ぐ、史上3番目の高額であった。2007年は157試合に出場し打率。 320、34本塁打、119打点、出塁率、401を記録し、自身2度目となる3割30本100打点を達成した。9月4日には、MLB 史上3番目の若さとなる24歳139日で、通算500打点を記録した。タイガース時代のカブレラ2007年12月4日に、ドントレル・ウィリスと、若手6選手とのトレードで、 デトロイト・タイガースへ移籍した。2008年3月22日に、タイガースと8年総額1億5230万ドルで契約を延長した。当時の契約総額では、アレックス・ロドリゲス、デレクジーター、マニー・ラミレスに次ぐ、高級選手となった。平均年俸では、ロドリゲス、ヨハン・サンタナ、ラミレスに次ぐ4位であった。シーズン序盤は三類種として、 出場を続けていたが、守備面での荒さが目立ち、開幕後一月も経たない間に一塁一種のカルロスギーエンとポジションをスイッチされた。打撃面では、4月から6月まで3ヶ月連続で、長打率が4割台だったが、7月にプレイヤー・オブ・ザ・マンスに選出されて、以降、驚異の3ヶ月連続の長打率6割台を記録した。 160試合に出場し、4年ぶりに打率が3割を下回ったものの、打率292、自己最多となる37本塁打、127打点、出塁率349を記録した。本塁打王争いのライバルだったアレックス・ロドリゲスや、カルロス・クエンティンラーが故障したこともあって、自身初の打撃タイトルである本塁打王を獲得した。また、 30本台でのアメリカンリーグ最多本塁打は1989年のフレッド・マグリフ以来19年ぶりとなった。2009年はシーズン開幕前の3月に開催された第2回 WBC のベネズエラ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは160試合に出場し打率324。 3年連続30本類打以上となる34本類打、6年連続100打点以上となる103打点、出塁率394を記録し、3度目となる3割30本、100打点を達成した。また、シーズンオフの MVP 投票では1位秒を1票だけ獲得したが、総合では4位に入った。10月に入り、 ポストシーズン中にもかかわらず夫婦喧嘩が警察沙汰にまで発展し、マスコミに顔の傷を犬に引っかかれたと誤魔化したが、警察の発表によって後日すべてが明らかにされた。2010年は150試合の出場して各打撃部門でタイトル争いをした。打率328はリーグ2位、38本塁打はリーグ3位をそれぞれ記録し、 126打点はリーグトップとなり、自身初の打点王を獲得した。また、4度目となる3割30本100打点を達成し、出塁率420と敬遠32個はリーグトップだった。オフには一塁手として4年ぶりにシルバースラッガー賞を受賞し、MVP の投票では、ジョシュハミルトンに次ぐ2位に入った。2011年は、 自身初となる全161試合に出場し、打率334、30本塁打、105打点、出塁率448を記録し、自身初となる、首位打者のタイトルを獲得した。また、3年連続5度目となる3割30本に100、打点を達成し、チームを24年振りとなる、地区優勝へ導いた。 2012年はプリンスフィルダーの加入により、4年ぶりに三塁へ、コンバートされた。そのフィルダーが、カブレラの後を打つようになったことで、勝負を避けられることが減ったため、本塁打、打点ともに前年よりも、大幅に増加し、9月に入った頃には三冠王が、視界に入ってきていた。161試合の出場で打率、330、44本塁打、 139打点、出塁率39、393を記録し、本塁打では、ジョシュ・ハミルトン、カーティス・グランダーソンと、打率では、マイク・トラウト、ジョー・マウアーラとの熾烈な争いを制し、チームでは1909年のタイカブ以来103年ぶり、MLB 市場では、カール・ヤストレムスキー以来45年ぶりとなる打撃三冠王を、達成した。 MVP をめぐっては新人ながら走行守でハイレベルな成績を残したマイク・トラウトとの争いが注目を集めた。しかし、投票資格を持つ28人中22人から1位秒を獲得し、大差でアメリカンリーグ MVP を獲得した。ベネズエラ出身の選手としては初の MVP 受賞となった。2013年は、 シーズン開幕前の3月に開催された第3回 WBC のベネズエラ代表に選出され3大会連続3度目の選出を果たした。シーズンではタイガースは地区優勝は当然という選手層を揃えチームの目標は前年あと一歩及ばなかったワールドシリーズ制覇だった。このシーズンも MLB 史上初の2年連続三冠王という 偉業を達成するのではないかというペースで、本類打と打点を量産し、なおかつ、ハイアベレージを維持する。しかし、足の故障のため打撃が失速。代打などで出場を続けるも、このシーズンで、本格的な覚醒を見せた、ボルチモアオリオールズのクリス・デービスに、本類打と打点で競り負け、最終的に、主要三冠の中でのタイトルは打率のみとなる。 しかし打率、348、44本塁打、137、打点と故障を抱えながらも、驚異的な数字を残し、チームを地区優勝へと導いて2年連続のアメリカンリーグ MVP を受賞した。2014年3月28日に、タイガースと8年総額2億4800万ドルに合意した。 2016年シーズンからの契約で、2008年に、結んだ8年契約の残り2年を合わせると、10年、総額2億9200万ドルとなった。オプションとして、MVP、表彰等での出来高が含まれ、バイアウトの際は800万ドル発生する。レギュラーシーズンでは、右足首の不調の影響もあり、例年よりやや低調な成績に終わった。 それでも2004年に初めて規定打席に到達して以降11年間で9度目6年連続での打率3割以上となる313をマーク本塁打は2006年以来8年ぶりの30本未満規定打席に到達したシーズンでは最低の25本に終わったがそれでも11年連続での25本塁打以上打点は109リーグ2位で 史上5人目となる11年連続100打点を達成した。得点101はリーグ3位で、二塁打52本、疑比11本は、リーグトップだった。長打数は、本塁打こそ激減したものの二塁打を量産したため、2013年の71本を上回る78本だった。チームは、地区優勝して、プレーオフ進出を決めたが、カブレラが、 プレイオフ進出チームに分配されるボーナス金を受け取らないとしたと報じられた。カブレラは、ビクター・マルティネスとのスペイン語での会話の中で優勝リングが欲しいだけだ。と話したという。オフに入った10月24日、右足首の手術を受け、国局の除去と疲労骨折を治療した。 2015年5月16日のセントルイスカージナルス戦で通算400本塁打を達成した。このホームランでベネズエラ出身の選手としてはアンドレス・ガララーガの399本塁打を抜き歴代1位となった。7月3日の対トロントブルージェイズで走塁中に左ふくらはぎを痛めて途中交代しキャリア初となる故障者リストに登録された。 その後、オールスターゲームに選出されたが、出場を辞退した。8月14日に故障者リストから復帰し、8月16日のヒューストンアストロズ戦で、通算1426打点となり、こちらもガララーガを抜き、ベネズエラ出身選手として、歴代1位となった。長期離脱の結果、シーズン180安打が10年連続、25。 本類打が11年連続、100打点が11年連続、300類打が11年連続でそれぞれ途切れた。しかし、ギリギリで規定打席には到達し、自身4度目となる、首位打者のタイトルを獲得。出塁率も4度目のリーグ1位に輝いた。2016年5月23日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、史上62人目となる、通算502類打。 7月22日のシカゴホワイトソックス戦で史上56人目となる通算1500打点を史上5番目の赤さで8月6日のメッツ戦で史上102人目となる通算3500出塁9月18日のクリーブランドインディアンス戦で史上100人目となる通算2500本安打を 史上8番目の若さで達成など、様々なマイルストーンを達成したシーズンとなった。158試合に出場し、打率、316、38本塁打、108打点、出塁率39、393を記録し、3年ぶりとなる3割30本、100打点を達成した。オフの12月5日に第4回 WBC の、ベネズエラ代表に選出され、 4大会連続4度目の選出を果たした。2017年はシーズン開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加し、チームの第2ラウンド進出及びベスト8に貢献した。シーズンでは7月20日のカンザスシティロイヤルズ戦で史上33人目の通算1600打点を達成した。 8月24日のヤンキース戦で5回にマイケル・フルマーがゲイリー・サンチェスに支球を与え6回裏にトミケケンリーから報復として背後を通過する投球をされ退場になった際にオースティン・ロマインと口論になりを出し両チームから選手が入り乱れる乱闘を起こし退場になった8月25日に MLB より7試合の出場停止処分を受けたこのシーズンは WBC の疲れや故障などの影響もあり、130試合の出場で自己ワーストとなる打率。249、16本塁打、60打点、出塁率。329と大きく数字を落とした。また、このシーズン以降から成績を激しく落とすことになる。2018年は4月を打率。326。 三本類だと副調を見せていたが、5月4日に右ハムストリングを痛みのために10日間の故障者リストに入った。6月1日に復帰したが、12日のミネソタツインズ戦でスイングをした際に、左上腕に頭筋の腱断列の重傷を負い退場した。その後左腕の上腕に頭筋の腱断列と診断され、修復のための手術を受けることになり、 残りのシーズンを欠場することになった。最終的には38試合に出場して打率、299、3本塁打、22打点、出塁率、395を記録した。2019年は、昨年同様に4月から、打率は、高い数字を維持していき、前半戦終了の時点で打率30、303を記録する一方、 超打率が4割を下回り、出塁率を下回る月もあった。膝の故障に苦しみ、6月からは指名打者として起用された。夏場に17打席ノーヒットを喫し失速するも、チームで唯一規定打席に届き、136試合の出場で打率28。282、12本塁打、59打点、出塁率、346を記録した。 2020年は COVID-19 の影響もあり試合数が大幅に減少したが大きな離脱もなく全58試合中57試合に出場した8月8日のピッツバーグパイレーツ戦で本塁打を放ち史上24人目となる通算1700打点を記録した8月30日のツインズ戦で前田健太から安打を放ち タイガース遺跡後2000本安打を達成し、タイガース史上8人目となる偉業を達成した。最終的に打率、250、10本塁打、35打点、出塁率、329を記録し、自身17度目となるシーズン2桁本塁打を達成した。しかし1試合も守備につくことがなく、出場は一度の代打を除いて全て指名打者での出場となった。 2021年4月1日の雪の中開催されたインディアンスとの開幕戦でシェーンビーバーから MLB 全体でも2021年シーズン最初の本塁打を記録した。5月8日のツインズ戦で MLB 通算2873アンダーを記録しベイブルースを抜き MLB 歴代通算アンダー数で45位となった。 12日のロイヤルズ戦で MLB 通算2878アンダーを記録しオマー・ビスケルを抜き MLB 歴代通算アンダー数で43位ベネズエラ出身選手では最多となった8月22日のブルージェイズ戦で史上28人目ベネズエラ出身選手初の通算500本塁打を達成したもともとは遊撃手だったしかし メジャーデビューから数年間は三塁一種、左翼種、右翼種を守っていたが、三塁の守備の荒さが目立ったため、デトロイトタイガース移籍1年目の2008年4月から、本格的に一塁一種に転向した。その後、ポジションが重なるプリンスフィルダーが加入したことにより、三塁一種に再コンバートされたが、フィルダーがレンジャーズに移籍していった後は一塁一種に戻っている。 ファーストコンバート後も守備力が良くなったわけではなかったが、2014年には、トレーニングを積んだことで大幅に改善され、ゴールドグラブ賞の一類主候補として、長が上がるほどに成長を見せた。守備力の向上ぶりは、守備成績にも反映されており、ご失策は、自己最小、守備率99。995と DRS-1 はいずれも最も良い数値帯だった。 2014年12月31日に ESPN が特集した現役選手での電動入りに近い選手は誰かとするランキング特集でカブレラはデレクジーター、アルバート・プホルス、イチローと共にこの4人は議論するまでもなく将来の電動入りが確実としてランキングから外された。ありがとうございます。